ごちゃごちゃ言わんと、誰が一番強いか決めたらやないか。はい、どうも。レポルトの IC でございます。はい、今日は、久しぶりに、こちらですね。プロレスの話をしていきたいと思いますが、今回何の話をするかというと、いよいよですね、9月19日から新日本プロレス真夏の祭典 G1 クライマックスが始まりますが、その G1 クライマックスの、優勝の予想をしていこうと思います。ですね、まず G1 クライマックスっていうのをね、知らない人もいるのかなと思うんで、G1 クライマックスというのは、A と B のね、2つのグループに分かれまして、それぞれがリーグ戦を行います。リーグ戦総当たりですね。でその中で、上位2名が、勝ち残るんですけども、30分1本勝負で勝ちが2点で、引き分けが1点で、負けは0点ですね。それで、得点の高い選手2名が、それぞれのリーグから2名ずつ出てきて、この2名ずつが今度はトーナメントで最強を決めるというのが G1 クライマックス。そしてその優勝者には、今新日本プロレスにね、設定されているタイトル、 IWGP ヘビーとか、インターコンチネンタルとか、ネバー、あとはタックですね、 IWGP タックとか、ネバーのタックとか、そういうのの挑戦権を選ぶ権利が与えられるんですね。それぞれの選手がどのタイトルに挑戦したいかっていうのもね、ここも一つの、まあ、見どころかなと思います。これがまず G1 クライマックスでございます。よいしょ。それではですね、早速 A グループから予想していきたいと思います。A グループの出場選手ですね、まずこちらを紹介しますが、井淵浩太選手、ジェフ・コブ選手、岡田和親選手、石井智弘選手、ウィル・オスプレイ選手、高木慎吾選手、鈴木実選手、海津選手、ジェイ・ホワイト選手、高橋裕次郎選手。この10名ですね。この10名の中から2名勝ち上がるということで、まあ、可能性というか、ありそうなのは、まず、井淵浩太選手かなと。で、岡田和親選手もまあ、上がってくるだろうね。それと、ジェイ・ホワイトも来そうな気がするんですよね。あとは、どうだろうな。でも、A グループからすると、まあ、順当に行けば、井淵、そして岡田和親かなっていうのが、自分の見立てですかね。ちょっと難しいけど、まあ、でも、J ホワイトは来ないような気がするけど、ただ、そのバレットクラブの乱入とかがあったら、ちょっと結果変わってくるかなと思うんだけど、そう、でもやっぱ順当に行くと、いぶしと岡田かなと。この2名が A グループから抜け出すと予想します。はい。いぶし浩太選手、岡田和親選手です。おそらく。よいしょ。そしたら、B グループ。ね、続いて B グループ行きたいと思います。B グループの出場選手、棚橋博史選手、ジュース・ロビンソン選手、後藤博之選手、矢野徹選手、吉橋選手、内藤哲也選手、真田選手、ザック・セイバー・ジュニア選手、健太選手、イービル選手。これで10名になります。B グループで、B グループに現在IWGP ヘビーと、インターコンチネンタル持ってる内藤哲也さんがいるんですけど、結構ね、この G1 ってね、そのタイトルホルダーが優勝するって本当に、あまりないんですよ。歴代でもそんなにないんで、今回は、B グループちょっと内藤、自分内藤好きなんだけど、内藤外してみようかなと思います。内藤じゃないんじゃないかと。で、
可能性というか自分が思うのは真田選手と、もう一人だとするとザック・セイバージュニアか健太選手か、どちらかかなと。で、田中選手もいるんだけど、田中選手はあのコンディションが本当にあんまり俺よろしくないと思うんですよ。なので、田中選手はリーグ戦上がってこれないかなっていうところが正直なとこかな。あとこのね、 B グループのね、肝っていうかね、なのは矢野徹選手だと思うんですよ。矢野徹選手が結構こう勝敗をねかき混ぜるような気がするんですよね。あの選手結構上手い選手なんで、こう場外カウントとかね、そういうのをうまく使って意外と引っかき回してくると予想します。ただその上位2名に矢野徹選手が入るかっつったら入らないかもしれない。ただ引き分け狙いとかそういうのはやってくると思うと、余計に内藤選手は上がりにくいかなと。多分そういう選手に対して矢野選手はうまいことやると思うし、チームも違うしね、ケイオスとロスインゴなんで、内藤選手をうまく落とす。あとは鈴木軍の健太選手とか、その辺をこう蹴落としてくるのかな。鈴木軍だね、ごめんね、バレットか、バレットクラブの健太選手、あと鈴木軍のジャック・セイバージュニア選手か、この辺を落としてくるとして、真田選手がとにかく俺上がってくると思います。真田選手、もう一人は、もう一人な、健太選手にしとこう。ザック・セイバージュニアも怪しいけど健太選手ということで、 B グループ自分の予想、真田選手、健太選手、この二人が上がってくると予想します。よいしょ。で、これで、各グループの予想ね、今上げました2名ずつ。 A グループ井伏康太選手、岡田和親選手で、 B グループが真田選手、健太選手というふうに予想しました。で、ここからトーナメントなんだけど、A グループの1位が俺ね、岡田じゃなくて井伏のような気がするんですよ。井伏選手が1位通過で、岡田和親選手が2位通過だと思ってます。で、 B グループが1位抜けが健太選手かな。健太選手が1位抜け。うん、まあいいや、それで。で、佐野選手2位抜け。だとして、そうすると、A グループの1位と B グループの2位が当たるんですよ。そうすると、井伏康太選手と真田選手が当たるということになります。で、そうなってくると、自分の、これ予想ですよ。井伏康太と真田選手だと、俺、真田選手取るんじゃないかなと思ってます。真田選手、井伏康太選手のそのスピードっていうものに対して、真田選手もついていけると思うし、だけど、グラウンドテクニックとか、一瞬の丸め込みとか、そういうのは真田選手の方がレスリングテクニックとして、俺上のような気がするんですよね。それを駆使してくると思うんで、井伏と真田だと、真田選手が上がってくると思います。おい、で、岡田和親選手と健太選手なんだけど、これね、実力からすると普通に戦えば岡田選手かなと思います。ただこのバレットクラブの乱入があるかないか、ただまあ決勝って決勝とかね、決勝トーナメントってところでいくと、まあそこまで大きな乱入もない、もしくはその乱入を岡田和親選手の方のケイオスの人たちが抑え込んだ上で、岡田和親選手が最終的に健太選手からカウントを取る、こう予想します。なので決勝に上がってくるのは真田と岡田和親という予想です。うん、はい、それでは決勝戦の予想ね、していきたいと思います。決勝戦の予想です。岡田和親選手対真田選手、ね、難しいけど、まあ気持ち的には真田選手取ってもらいたいけど、今回は岡田和親選手を優勝と予想します。怪我なければ実力というか今のコンディションというか、そういうものでいくと岡田選手なのかなと。
で岡田選手が勝って、で内藤選手今2冠持ってるんですけど、IWGP ヘビーと IWGP インターコンチネンタル両方持ってるんだけど、両方には挑戦せず、岡田選手はあの IWGP ヘビーにすごいこだわり持ってるんで、そっちのみに挑戦するんじゃないかなと、そこまでのシナリオというかなんじゃないかなっていうふうに予想します。ということで、ピントアップになります。というわけでですね、今回は私の予想、 G1 クライマックス2020優勝、岡田和親選手とさせていただきたいと思います。ただこれね、難しいですね。はい、それでは、今回は、新日本プロレスのね G1 クライマックス2020の予想をしてきましたが、あくまで予想ですのでね、実際蓋を開けてみて、例えばね、岡田選手がリーグ戦で怪我することもあるしね、あくまで今現段階での予想なんでね、皆さんも、まあ、プロレス好きな人はこうやって予想しながら多分見てるとは思いますが、自分の予想、お前の予想なんかダメだよとか、もういや、この人選手だろっていうのもあればね、コメントいただければと思います。じゃあ、とりあえず今日はこの辺で、お開きに。はい。はい、よろしければですね、チャンネル登録、そして高評価、そしてコメント、こちらもお待ちしております。では、今日はね、この辺で、ね、終わりにしたいと思います。プロレス動画はいつもね、プロレスラーの決め台詞で最後終わってるんで、今日はですね、いろいろ考えたんですけども、誰にしようかなーってこうね、考えてていろんな選手を思いついたんだけど、ケニー・オメガ選手の、ね、決め台詞で最後は終わりたいと思います。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。Goodbye and good night!Bye.